はい、というわけで、今日は下のこれに出てます通り、チームドシラスさんのヤッチさん、レナさんが来ていただきまして、ひたすら音楽談義をしたいなと思います。早速お呼びいたしましょう。どうぞ、ドン。こんばんは。こんばんは。さっきまで、まあ、いろいろ話してたんですけどね。はい。ここからよろしくお願いします。はい。チームドシラストのヤッチさん、レナさんでございます。はい。はい、恥ずかしい。こうやって、がっつり動画に出られるのって初めてですよね。あ、そうですね。そうですね。これって YouTube チャンネル持ってらっしゃるんですよね。楽団で。はい。ちょっとした企画をやってるので、前にお話ししてますかで、チューバを担当してるので、はいはい、チューバだけで、ある曲をフレーズだったり、ワンコーラスだったり弾いてるんですけど、うん、何の曲当たるかなクイズをずっとやっていて、まあ、まだ今第4弾ですかね。ヒントを出したり出さなかったりで、はいはいはい、で、チューバの音だけで、まあ、チューバ奏者じゃないと多分、わからないであろうが、わかる人はわかるかなっていうことでやって、うん、まあ、その後に、私がパーカッションだったりキーボードで入る時もあれば、もうちょっと時間が空いてしまうと、もうすぐ正解を出したりとかしながら、今第4弾までやってるんですかね。チューバのクイズをやってるので、うん。言っちゃえば、チューバの楽譜っていうのは、まあ、基本伴奏多いでしょ。そうですね。もうリズムラインばっかりやないですか。うん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 、それだけ聞いたら分かれへんでしょ。うん。言うと、ね、そういうことね。なるほどね。曲によったら分かるかもしれないけど、そう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 。だからポップスとかだったら、ああ、まあ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 、そうですね。だからそれをやってるんです。チーム名でやって、まあ、それは面白いかもしれないな。2曲ぐらい、2曲目かな、なんかの時に、リヴァイさんが、ちょっと、これですかねみたいなヒントをツイッターとかメッセージくださって、当たってたんですけど、わかりました。っていう、そんなのをやりとりしたり、チャンネルは、すげえマニアックですよ。あ、そうですけど、あんまり見てくれないんですよ。いや、伸びないですよね、全然。ハッシュタグとかね、ああいうのがわからないから、やり方が。YouTube 自体が。そう。勉強不足で。撮ってそのままみたいな。流してるだけなんで。まだまだ勉強。なかなか、今は、YouTube、伸びないですからね。でも、パプリカ2000超えましたね。超えましたね。ねえ。2100何回 ?50 何回やったんですよ。うん。今日見た。すごいな。なかなかね、やっぱ有名曲は違いますね。うん。だから今、うちの動画で半沢直樹がめっちゃ伸びてるんですよ。見ました。私でも。あれまだ動画収録してない頃のやつなんですよね。ああ。ホールで収録してる音源しかないやつで。はいはいはい。で、まあ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 、偉いもんやなと思いながら僕ら聞いてるんですけど。ビデオブドロンが面白かったですよ。え、向井さんの。この間のやつですか。そう。なんかね、うちの会社で見てる人がいるんですよ。ああ。で、この間、はい、チャットで、会社のそのチャットで昼休みとかにパッて見たら、はい、餃子は木には生えませんって書かれてましたね。それだけコメント来て、めっちゃ見てるやんっていう。でもお腹空きますよね、練習の後ね。まあ、まあ、明日もうち練習なので。日曜日でしたっけ、インプリさん。はい、土日、いや、土曜日か日曜日はどっちかです。ああ。うち、ああ、いや、僕もさっきチューバ吹いてたんですけど、めっちゃお腹空いてて、はい、今ね。どんぶり食べると、うん。でも収録の時食べたらダメだよな、とか言ってて。よかったんじゃないですか。でも本編なんで教えてください。向井さんのトランペットの歴を。トランペットの歴はもう質問入るんですね。はい、もうどんどん質問して聞かないと長くなりすぎちゃうので、そうそうそう、聞きたいこと聞いとかない。僕も聞きたいこといっぱいあったんですけどね、トランペットの歴は、5歳ぐらいからなので、もう今29だから、
24年ああ、間全然なし。なしです。抜けたとかなしで。ないです、ないです。ああ。すごいな。もう20年超えてるんですね。すごいな。そうですよ。ね、すごい。年数だけでいくとすごいな。いや、うん、その年数に見合った実力じゃないですからね。いや、でも、もう、本当に、横におったら、こんにゃろうになりますよね。そんなの、だって、もう、5歳からやってますって言ったら、プロになっててもええぐらいじゃないですか。いやいやいや、いや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 。いや、でもね、すごい。いや、すごいです。いや、ほんまに。間が空いてないの、すごい。もう、神の方がいい。間が、きっかけがなかったんですよ。ってことは、個人で吹いてはっただけで、吹奏楽部ではないんですか？いやいや、最初はそうなんですけど、うん、小学校にマーチングバンドがあったんですよね。ああ、なるほど。先生から入れる。うん。だから、その4年生までの間は、一人で吹いてますけど、うん、まあ、でも、年齢がね、下なので、こう、こんな時が吹けたら、周りの大人がチヤホヤしてくれるじゃないですか。まあね。今振り返ったって、今の僕が、そんな小学校入るか入らんかぐらいの子がトランペット一生懸命吹いてたら、おー、すごいって言いますもんね。あ、それで言われて、こう、持ち上げられて、天狗になった状態で、小学校、マーチングバンド入って、みたいな。で、そこから、またこれもすごい運なんですけど、ちょうど僕が入ったその年からマーチングの全国大会に行けるようになったんですよ。うん、ああ、すごー。あ、ここからして違うな。お、はい。4、5、6とまさかの3年連続全国大会行っちゃったんですよ。すごー。もちろんトランペットですよね。そうです、そうです、そうです。トランペット以外になったこともない、ね、あるんです。ないです、ないです。もうだって、もうですね、4年生の段階で僕がラッパーをやってるっていうことは学校の先生知ってるので、うん、昔とかそれ以外の選択肢はなかったんですね。そうなんですよ。で、普通小学校でそのマーチングやる子って4年生からスタートじゃないですか、楽器自体が。うん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 。僕も芸歴ね4年ですから。うん、子供の4年ってすごいじゃないですか。はいはい。だから、その6年生の先輩よりも僕の方が上手いんですよ。まあまあまあ、そうでしょうね。だから、まあまあ、もてはやされますよね。で、全国大会なんか行けちゃうもんで、で、6年生と僕も上やったんですよ。でも単に一番上手やからという理由でしょうけど。で、部長になってまた全国大会行けるでしょ。はい。6年生の時が部員が一番少なかったんですよ。過去最小ぐらいの人数やったんですよね。管楽器が、それで何人ぐらいやったんですか？ね、管楽器が15、6人。それマーチングじゃないですよね。マーチングでは致命傷ですよね。そうなんですよ。で、カラーガードが管楽器と同じぐらいの人数いるんですよ。わあ、どっちが本物ですか？踊りたい女の子多かったんでしょうね。あ、で、まあ、パーカッションはまあそれなりにいたんですけど、だから音圧も低い低いなんですけど、まあ、僕が頑張ってみたいな。ではないですけど、なんかその時も周りの仲間にすごい恵まれてて、学校のその中間休みとか、お昼休みとか、こう勝手に一人で練習してたら一緒に集まってやってくれるような人たちが、もうそれはすごい良かったんですよね。でもそれは向井さんの人徳ですよね。ですよね、うん、向井さんが寄せてきた。まあなん、そうそう、うん、そうだといいんですけどね。そうです、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 はい、そうです。で、そういうことがあると、こう中学校の吹奏楽部としては小学校にすごい有望なトランペッターがおるぞっていう噂が広まるわけですよ。はい。じゃあ中学校入ったらもう引っ張られるじゃないですか。うん。もうお前は決定やぐらいの勢いで引っ張られるので、当然その引っ掛けなんかないんですよ、そこで。で、中学校はもうコンクールなんかも全然ダメやったんですけど、で、
高校入って吹奏楽部があるので、まあ、別に辞める理由もないのでそのまま入ってそこで GM とか副団長のマスターとかと、うん、一番最初に出会ったのは誰やったんですか、その今のインプリさんの仲間の中で。GM です、ま、同級生。あいつ学科も一緒なんですよ、うん、クラスも一緒なので、で、あだから5年間ずっとあいつと一緒なんですよ。途中でまあコース分けがあってそれは別のコース行ったんですけど、うん、もうだから高1の時からする、あの GM との付き合いは。で高校はその5年間ずっとコンクールとか出るようなバンドじゃなかったので。目標にしてたんですか、じゃあ。いやだからそこでやっと定期演奏会っていう文化が入ったんですよ、うん、僕の中に。ああ。だからそれまではじゃあ、そうですね、中学まではそのコンクールでいい賞を取るっていうことを目標に、夏休み一生懸命頑張るみたいな感じでしたけど、うん、まあでも中学校の時からその時から不満でしたけどね、そのコンクールに対して何かする、うん、そればっかりやんちゅう話でしょ結局。うん、本番もっとた、もう幅広げて楽しくしたいのにっていう、うんうん、そうですよね。その小学校の時は、うん、まあその全国大会行ってたっていうことが一番大きいんでしょうけど、それが理由でこう、うん、いろんな市の演奏会とか、うん、なんかイベントごととか呼んでもらえるんですよ。うんうんうん。市の中でマーチングバンドやってるバンドってそんななかったので、でしかもっていう、うん、だからいろいろ重宝されてたので、うん、なんかお客さんの前で演奏するっていう機会が多かったから、あ、僕はそれが一番楽しかったんですよね、うん、なんかその上でコンクールでこういい賞もらって、うん、イエーイって言ってるのが楽しかった。コンクールだけになった瞬間になんかちゃうなって思ってたところで、こうやっと定期演奏会をやることが目標やっていうところに入ったんで、す、うん、まあ、水分ってね、やっぱコンクール命みたいなところがあるから、今年コロナが結局流行ってて、うん、コンクール中止になってなんか目標なくなったみたいなこと言うてるでしょ。なんかね、そういう考えに至らせてしまう先生がかわいそうなんですよね。まあそうですね、そうですね。大人がね、あ、本人たちはもう悪くないと思うんですけどね、もうそうやって刷り込まれちゃってるから、ああ本来もっと楽しいことあるんよっていうのを伝えてあげない先生が悪いと思うんですね。そうですね。でもね、その一般的な学校の先生でも別にそういう経験を積んだわけじゃないから、勉学としてこう声楽とかなんか指揮法とかそういうのを学んできただけの人だったらそれは分からんわなと思いますけどね。大学も理系だったのにできたんですか。まあ、もともとジャズが好きだったんですよ。ジャズなんですよ。一番最初に聞いてたのがニーロッソなんですよね。あ、ニーロッソさんね。はい、わかりは。CD があったんですよ、父親が持ってて。あ、ニーロッソのコピーを、こう、小学校の時にずっとしてたんですよ。で、スカパラのナーゴさんかっこいいなってなって、スカパラのコピーとかし始めて。続いてて、で中学の時もその基礎練の時に、うん、ちょうどその頃マイルス・デイビスの DVD を母親に買ってもらって、で見て、なんじゃこのかっこいい人はってなってて、でマイルスのそのアドリブ集みたいなのも買って、でそれをこう中学校とかってこう廊下で基礎練こうやってするじゃないですか。その中で一人アドリブ本開いてそれをずっとやってたんですよ。まあずっとジャズが好きだったので、で大学入ってビッグバンドに入ったんですよ。はいはい、話題のビッグバンド、うん、でそこからまあその中でだいぶこう天狗になってたので、うん、トランペットが自分よりも上手な人はいなかったから、
どん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 天狗になるんですよ。周りからお前うまいからみたいな、お前やれみたいな言われて、はははって言いながらやるんで。で、そこで大学入った時に、僕の1個上、2個上ぐらいの先輩が、大学から楽器を始めた方なんですけど、圧倒的に僕より上手いんですよ。もう音圧は違うし、こう、アドリブはもう完璧にできるし、なんじゃこのかっこいい人はってなって、全然。ちょっと結局アドリブできる人の方がね、上手いとやっぱ思いますもん。吹奏楽ってアドリブばっかりやってたら、各パート役割が決まってるから、うん、逆に、ダサいでしょ。最初からやっちゃうと、アドリブっちゃうと、うん。うん。ジャズってやっぱりアドリブれる方が、ね、うん、いいじゃないですか。ビッグバンドですからね。基本、楽譜決まってますから、ビッグバンドなので、基本楽譜は決まってますよ。ああ、まあまあ、基本は決まってますけど。でもね、なんか、例えばよく、どっかの某学校がシングシングシングとかようやってますけども、うん、あんなんでも、楽譜にこんなん書いてへんやんか、いうのも、適当にやってるじゃないですか、もう。ほんまにもう自分なりに。そんなんあり言うのが、やっぱりジャズですよね。僕ながらそう思ってるわけですよ。いや、セオリーありますよ。あ、あります。あ、そうですか。あのね、楽譜に普通に何にも寄付されてなくても、こう、うん、なんていうんですか、その、16部が4つ並んでて、はい。こう、2個目が下の方にこう下がってるみたいな。うんうん。1個目、2個目、3個目、4個目ってこう、こういう階段みたいな音形になってたら、2個目の下がったところは飲みましょうとか。あーはーはー。タララーラーじゃなくて、タウララーって言いましょうみたいな。そういう距離はあるんですよ。だから、あんまりね、ビッグバンドで勝手にやってるとか、なんかその自分の解釈でみたいなのはそこまでないですよ。うん、意外と。なんかね、そのわかんないだけなんですよね。ああ。失礼いたしました。いや全然、うん。中の人じゃないと多分わからないと思うので。わからないところですからね、そういうところは。ああ。いや、だからね、まあ、たまに僕のチーム、ね、講師の先生に来てもらうんですよ。その先生、ユーフォニアムの先生なんですけどね。うんうん、やっぱり、吹奏楽の、教え方っていうのがもう、教え方なんですよ、うんうん。で、自由な発想っていうかな、そういうのがあまりない、もう吹奏楽の教え方っていう、わかります？なんとなく。言ってること。はい。うん。形式的なというか、うんうん、そういう教え方なんですよね。うん、だから、ちょっとほんまにもう、あんな風に歌ってごらんよ、こんな風に歌ってごらん、自由にやってごらんっていう風なのをもっと欲しいんですけど、うちとしたら、なんでか言うとやっぱり言うてもまあ簡単な理由ですけど、いろいろ個性があるからね、うん、バラバラな考え方じゃないですか。うん。だからそういうのをもっと欲しいんですけど、吹奏楽で結構形式にはめちゃうっていうイメージが僕の中ではあるので、難しいなっていうのがあるんですよ。僕言うても軽音楽出身やから。あ、そうなんですね。そう、吹奏楽部じゃないです。へー。どうぞ。ああ、そうだ。じゃあ、僕の、じゃあ、経歴に、はい。はい、はい。ね、中学校、まあ、小学校から鼓笛隊みたいなのはやってるんですけど、うん、でも、一応、楽譜はその頃から、まあ、読めないわけではなかったんで、うん、でも、そこに、自分の学校にも、小学校の時もね、トランペットクラブっていうのは、本当はあったんですよ。あったんだけど、はい、定員が10人って決まってて、入れてもらえなかったんですね。なんぼ第一規模で、うん、クラブが第一規模でトランペットクラブって書いとったんですけども、はい、うん、入れてもらえなかったんで、うん、で、まあ結局4年生から6年生までずっと諦めてて、で、中学校になったら吹奏楽部入ろうと思ったんですけど、うん、最初の楽器決めの時にオーディションで落とされてあ、音鳴らないな、やめようか、言うて。はいはいはい。うん。ほんで、落とされちゃって、で、まあ、落ち込んどった時に、たまたまその、軽音部の先生が、隣の教室でやってる軽音部の先生が、はい、うち来えへんかって言われたんですよね。うん、うん。うん。それで、
そこの軽音部は普通の軽音部と違ってて、普通は、なんていうのか、軽音部って言ったら、ギターだったり、エレキベースだったり、ドラムセットだったり、ああいうフルバンド系のやつじゃないですか。うん、そうじゃなくて、吹奏楽部から楽器を借りてきて、それを楽器としてやってたんですね。ああ、なるほど。なるほど。はいはいはい。だからピアノはフルートだったとか。うん、うん。うん。で、まあドラムセットはドラムセットでありますけども、はい、あと、チューバがエレキベースだとか、UFO は、エレキギターの代わりだったりとか、シンセサイザーの代わりだったりとか、まあまあそういう役割を持ちながらやってたんですね。はいはい。うんうん。で、たまたま、まあ水部からじゃあチューバ借りといてって言われて、先生がお願いしたから借りといてって言われて、借りてきたのがたまたまチューバだったんですけど、うん、まずそれが最初で、ほんで自分で独学だったんですね。はいはいはい。誰も教えてくれる人がいないから。うん。で、吹奏楽部のように外が、なんかさっき向井さん言ってましたやん。外で音鳴らしてますねとかって言ってたけど、僕らそんなんなくて、吹奏楽部の先輩とか、同じ同学年の水部の子の邪魔をせんように中で、音楽教室の中で吹きなさいねとかね。そういうちっちゃくなりながら吹いてたの、こうやって。ほう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 。それを3年間やってました。そっから、そっからよく続きましたね。それは先生のおかげかな。先生がね、もうすんごいポジティブな方で、はいはい、吹奏楽コンクールっていうやっぱり精神はあるかもしれないけども、じゃあ水部が吹奏楽コンクールならアンサンブルコンテスト出りゃいいじゃんっていう考え方だった、考え方だったんですよ。はあ。お願いしてあげるから、じゃあやってみるって、アンサンブルコンテスト出てみようよっつって、はあはあはあ、そうそうそう、僕らは吹奏楽コンクールの仮にアンサンブルコンテストに出させてもらってました。吹奏楽部も出なかったんですか？出なかったんです。アンコンは出なかったんです。これはすごいですね。そうですね。うん。あれって、その間は何をしてたかというと、3年生はもう完全にもう引退は引退なんですけど、2年生らも、その時期はちょうどアンコンの、ね、兵庫県は確かあれ1月やったんですけど、うんうん、アンコンがね、その時に庭園をやってたんですよ、そこの中学校は。はいはい。庭園真っ最中でそればっかりやってたんで、あ、そういう、そうそうそう、だから空いてたんですよ。で、誰も出る人がいなかったんで、で、まあ、じゃあお願いしてあげるから出てみるかっていうことになって出ました。うん、へえ。うん、そういうことがありましたね。うん、それは運ですね。でもね、普通だって。出ますからね。普通吹奏楽部もアンサンブルコンテスト出ますからね。ああ、まあまあ、普通はそうなんでしょう。ちょうど横が庭園と重なってたからっていうのはめちゃめちゃ奇跡ですよね。たまたまですけどね。うん、それがなんか、そこの吹奏楽部の伝統、毎年の伝統みたいで、うん、冬は何もしないっていうのがあったようで、その代わり、春夏秋にどんどんどんと思う。なんか、僕当時、上郡町ってとこに住んでたんですけど、赤穂郡上郡町ってとこにね、住んでたんですけど、そこって川祭りっていうのがあるんですよ。うん。千種川っていうでっかい川が流れてて、そこの川祭りっていうのが上郡町はあったんですね。うん、うん。うん。そのイベントとか、そういう町内の、なんていうかな、お祭りみたいなのが結構多い地区だったんです。はい、はい、はい。うん。だから、そういうアンコンとかそういうことよりも、そっちを大事にしてたので、それプラスコンクールだったんですよ。ああ、なるほど。うん。だから、冬は何にも出ない。本当に手だけ。っていう風にやってた中学校だったんですね。で、まあ、社会人なんてやっとまた、この本当の吹奏楽がやりたかったんでね。はいはい、はい、うん。ある、まあ、大編成の楽団には入ったんですけども、やっぱり経験がないから、そんな 大所帯でのね、うんうん。だからもう全然ついていけなくて。あ、なるほど。
で、まあ、やっぱり、水部の方のようにね、基礎練とかを知らないからね、うん、全部独学だから。うん、うん。だからもう、すごい戸惑いましたね。でもまあ、いろんな方の、仲いい方のアドバイスだったりとか、うん。うん、そこの指揮者さんに、まあ、手取り足取り教えてもらったりとか、申し訳なかったですけど、うん、まあ、いろいろ教えてもらいまして、で、その後に、まあ、たまたまね、レナちゃんがですね、おけせんっていう、ありますよね。募集案内の。はい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 。うん、アプリね。あれでたまたま出会いまして、彼女はその読者で。ほう。うん。うん。これで、僕が一緒に誰かとやりたかったんでね。ちっちゃいアンサンブルチームでもよかったから、まあ、ちょっと大所帯は馴染めなかったし。うんうんうん、誰か探していたらたまたま彼女が飛びつこいたおかしいけど、うん、まあ同じような考え方というか彼女も言うたらガチ初心者なので、はい、ああそうなんですね。そうなんです。やってない吹奏楽というものは一切やってない。ああそうなんですね。そうなんです。子供の頃にエレクトーンを少し何年かな、研究科までのテストを受けてやってて、まあ譜面は読めます、うん。で、高校3年間選択授業で音楽を選択3年間したので、はいはい、その時にエレキベースとか、なんかクラシックギターで和音で弾き語りやったりとか、うんうん、そんなをしてて。で、知り合った時に、まあその話ももちろんそれまでにしていて、はい、譜面読めるんやったらけえへんかって言って、で、まあ、そうそう。最初は、だから、グロッケンとか、鍵盤系。まあ、人数少なかったらキーボードもいるしって言って、うん、まあ、キーボードやったら、ピアノ弾いたり、オルガン弾いたりしてるから、うん、まあ、読めるし、右手左手はできるよっていう話で、うん、で、ね、はい。で、一緒に立ち上げたいって言ったんですけど、初心者なので、私は結局、最終的に裏方、うん、うん。作譜したり、はい、手配したり、スケジュール管理したり、になるよっていう約束だったんです。うんうん、どっちかっていうと、そういう世話をするのが好きなので。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。なんかの整理をしたり、保管をしたり、うん、企画を文章に打ったりとか、うん、それはするのが好きなので、最終的に裏方になるよっていう約束で、入ったんです。メンバー、それまではまあ、キーボードならちょっと練習すればなんとかなるし、なんとかするわっていう、普段から一応触れるからっていう話で入って、で、まあメンバーのいろいろね、社会人なんで増えたり減ったりしながら出てきて、で、今となってはもうやらされてるっていう。できるのかドラムっていう。子供が太鼓叩くんと違うぞっていう感じなんですけど。まあ、ここ3年、チームに入る前は、2年ほど和太鼓やってたんです。ほう。元のチームというか、はい。あ、お寺さんに毎年こう、公演で行ったりとか呼んでもらって行ってるようなチームから教えてもらう、はい、幼稚園児から60、70、80ぐらいまでいるような、サークルというか、チームで和太鼓を叩いていて。ああ、めっちゃいいじゃないですか。高校時代から、そうそう。ほんで、大締めとかね、いろいろあるんですけど、はい。中堂とかの、いろんな大きさの太鼓を叩いていて。ほんならドラムもできるやろっていう話になって。無駄や。いやいやいや。お前は無駄や。そうでしょ？もっと言ってください。もっと。で、まあ、高校で、確かに音楽選択して1曲2曲は、うん、その当時ボーイだったりとか知ってます？ハードやな。そう、プセスプリンス女の子だったら、ね、はいはい、とかのコピーでエレキベースとかドラムとキーボードとをやったことがあったんですけど、めっちゃロックですやん。そうなんです。そうなんです。で、キーボードでは友達に呼ばれて、結局3、4曲かな。P スクエアのトゥルースのキーボードで入ったりとか、ドラムは叩けませんよ。
入ったりとかはしてたので、好きは好きなんですけど、和太鼓とドラムは違うやろと思いながら、違いますね、なかなかドラムの人がね、入ってくださらなくて。いや、そのことなんですけどね。言い訳ですけど、一つあるんですよ。あのね、実は、チームドシラソ自体は3年目なんですね、うん、今年ね、うんうん。3年目なんですけど、その前に、僕が単独でエレナちゃんが いる前に、うん、チーム組んでたんです。同じような今の7人ぐらいの人数でね。はいはい、はい。実は、はい、うん、同じようにアンサンブルチームを作ってたんですけど、うんうん、まあ、ちょっと社会人なんでね、いろいろ考え方が、相違がとかあるじゃないですか。それでちょっと分裂しちゃって、うんうん、やめちゃったんですよ。はいはい、全員ドカーンと。おお、すごいな。はい。7人おったのに、一気に6人ドカーンっていなくなっちゃって、自分なりにね、どん底までドカーンと落ちたわけですよ。もうそうですよね。はい。落ちまして、うん、そんな時に、レナちゃんがそのオケ戦の中で知り合ったんですけど、うん、でもまあちょっと無茶だと思いましたよ、確かに。思いましたけど、うん、とにかく仲間が欲しかったんです。うん、うん、うん、そうですね、うん。とにかく人がいないとどうにもならないので、そうですね。まあ、下で支える人でも、まあ、しゃあないかと思いつつも、でもやっぱり、ねえ、合奏してなんもじゃないですか。うん。言ったら。まあ。うん。一人でも二人、一人よりは絶対二人の方がいいし、二人よりも三人がいいし。うんうん、そういう考えだったんで、まあ、初心者であろうが何であろうが楽しくできればそれでいいやっていう考えだったから、うんうんうん、とにかく仲間が欲しかった。だから、うん、でまあ、申し訳ないなとは思ったんだけど、思ってない、絶対。いや、思ってたって。思ってない、思ってない。いや、せやけど。絶対思ってませんよね。和太鼓できたんやからドラムできるやろって発想は思ってないです。いや、それは吹奏楽とは違うなと思ったよ。確かに。いや、そやけど、まあ、素材で自分なんてノリノリやったんか、そんなん言いながら。音楽は好きやし、楽しいよ。楽しいけど。無茶ぶりしすぎ。いや、まあ、でも、まあ言うたら、まあいろいろ、分裂しちゃって辛い時に、まあ、たまたま知り合った時に、メールのやり取りはしてたので、はいはいはい、その頃からね、知り合った頃から。うん、で、まあいろいろ聞いてくれたり、悩みとか、こういうことがあったんだとか、うんうん、いろいろね、聞いてもらったりはしてたので、うんうんうん、で、まあそういうきっかけも、それはなかったら合意にさせてないので、こんなに合意には。うん、でもそういうやりとりが何回かあったので。まあでも、ひっついてきた私にも責任があるんで、ドラム頑張ります。とは思ってます。うん、まあまあ、それでちょっと、まあ、こいつおもろいね、と思って、誘ったんですけど。もう裏方にはしていただけないよ。はい、いやでも和太鼓からドラムやっていうのは正直僕から見ても突拍子なさすぎるやろうと思いますけどですよね。でもそういうことが許される雰囲気やっていうのが素晴らしいことですよ。めっちゃ作ったよ。フォローにやって。ほんまに。めっちゃよかったね。一生懸命フォローしてもらって。違う違う。フォローじゃないですって。フォローじゃないって。いや、もう。めっちゃおる。むちゃやもん。そうでしょ。でしょ。サイズも違えば、もう国もちゃうし。何から何までちゃうからっていう。はい。その後もっと言ってください。っていうかもう、でも一番の決め手はやっぱり、ピアノできるから、職業柄。うん、だからそれが大きかったんですよ。それでまあ。言い訳その言い訳。いや、言い訳というか。でもそれがなかったら、なんも話題。そう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 。大きいのがある。優しいな、向井さん。大きいのがあるけど、じゃあ太鼓も叩けんやったら、ドラム叩いたらええやんっていうノリですよね。
あります、向井さんの中にそのノリ。いや、ほんとね。すごいこう、言葉難しいですけど。ね、でも、うちの中でも僕そういうことよう言うてるから。無茶ぶりするんですか？結構しますよ。結構しますよ。でもここ、ね、和太鼓からドラムには多分飛ばないと。あの、そういうイジャンルはないですけど、あのね、よくやるのは、パーカッションの楽譜を用意せずに、好きにやってっていうのはよくやる。怖っ！もう全部自分で考えてる。どうぞって、もう、コンが欲しいな、みたいな。ああ。人に叩いて、みたいな。怖っ。じゃあもうノリで全部叩いちゃってってことですか？そう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 。怖っ。意地悪。まあまあ、私みたいな初心者いなかったらみんなそれできますね。私には無理。私には無理。ドラムの、この間僕がプリ出しでずっとやりとりしてたイサナン。はいはい、あいつが、その、去年とか、リバーダンスとか、はい。バス曲とか結構ドラム叩いてもらってますけど、あれ、一切譜面渡してないですからね。まあでも、できる、あるんですよ。わざと腕があるから。いや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 、僕じゃないですよ。やつですよ。ああ。ですよ。譜面はあるんですよ、一応。はい。でも、それだったら格好悪いから、ちょっとここあんな買ってみたいな。適当に切り入れてさとか。そういうのを言って、あいつやつは対応してくれるんですよ。はあ。まあ、バンバン言ってますよ。ああ。いう意味では、あんまり人のこと言えないです。全然言えないです。まあ、でもな。まあ、でもそういう。初心者にそこまでさせるのはね、僕ぐらいかもしれんねんけどね。でもね、まあ、これはちょっと、まあ、たまには真面目な話もしてさせてくださいよ。彼女本当に努力家なんですよ。本当努力家で、あのね、無茶だと思いましたよ、無茶だと。思いました。うん、きっちりやってくるんですよ。本当に。今、上がってる。めっちゃ今。ねえ、今ね。次の練習怖い。落とされる。いやいやいや、いや。落とされる。いや、あのね、普通だって、教えてくれる人もいなかったら、どうしようって考えるじゃないですか。でも、ある程度来たら、ああ、もうやめだってなるけど、彼女はいろんなこと自分で調べて、パーカッションの人がこうやって叩いてるから、こうやってやるんだよね、言うて、自分で研究してくるんですよ、ちゃんと。いや、本当ですよ、本当に。うん。ここで、次の週には叩けてたりとか、お前ほんまに初心者って言いたくなるぐらい頑張ってるんですよ。いや、でも、好きなんですよね。あ、いや、まあまあ、結局そうですね。そうですね。好きですよね。好きやから、興味があるから、どん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 こう。それはもう絶対です、ね。ちょっとでも、その和太鼓からっていうのもありますけど、でも同じっていうので、興味はね、興味の先でっていうことはありますからね。結構、他のメンバーにはね、かなり気使ってますけど、一番今のメンバーの中では、まあ、一応付き合いが長いので、遠慮がないというか、うん、ボロクソに言われるのがクソ腹立つので、クソと思うので、ごめんなさい。なんとかしてったろうと思うので、うんうんうん、なんとかならない曲もたくさんあるんですけど、うん、時間もやっぱりね、仕事柄ないし。めちゃめちゃいい。まあ、ね、もうね。いや、もう、ここはもう、じゃあ、フォローしますよ、ね。いや、しなくていいから、もういい。やめといてくれる。はい。あのね、カット。いや、ボロクソ言ってるつもりないんだけど、あのね、分かってない。信頼してるんですよ、向井さん。分かります？分かります。それだけ、うん、本当に、なんていうのかな。まあ、別に、ね、ほんまお母さんみたいな感じなんですけど、
まあなんとかなるわと思わせてくれるようなオーラを持ってるわけですよ彼女は。いや演奏技術がうちはうちのチームってそういうの関係ないので、それよりもみんなの仲良さチームワークそれが売りにしてるからうちは、だから初心者であろうが何であろうが結局好きならばいいやっていう考えなんでね、だからあとあれじゃないですか、さんの中でレナさんはちょっと言った方が伸びる人やって思ってるところがあるんじゃないですか。褒めで伸びるタイプです。どうかな。違う、絶対それは思ってはると思いますよ。深読みしすぎ、そんなん絶対考えてる頭ないわ。向井さんと違うもん。ほんまもう練習頑張れよ。怖いですよね。怖あのもう初心者ながらね、去年アンサンブルコンテストを出しましたからね。いや、本当ですよ。いや、それすごい、出しましたよ。はい。な、ホームページでそれ見ましたけど。はい。やらかしましたけどね。音源聞かされへんけどね。絶対向井さんなら一発でやらかしたっていうのをバレるところでやらかしてるんで。それ以外は一切本番に珍しく本番に強かったらしく、めちゃめちゃ手震えてたけど、ミスなくでいけたんです。でもその一発をやらかしたことで帳消しマイナスになっちゃいました。だから音源は発表できません。いや、あるあるですよ、大丈夫、あるあるですよ。ほんまにね、なんでそんなとこでっていうところでね。そのね、午前中の練習とかリハとかもバッチリできてて、でもそれ以外のとこいっぱいミスってたんです。やっぱ緊張してきたなとか言いながらこう手が震えながら、本番全然それまでノーミスでいったんですよ。ほんなら一発落とすのタイミングが一泊半ぐらいずれて、あるある、でやってもうたいう顔がまた顔に出てしまって。それは素晴らしいですね。もうあるあるにも程があるぐらいあるあるですね。そうでしょ。もうね、今年出んのやめようかなと思って。私だけ。こら、あかんよ。あと3ヶ月しかあれへんだ。いやその、でもね、僕もそういう時期もちろんあったんですよ。はい。で、今もそうなんですけど、本番ってね、死ぬほど緊張するんですよ、やっぱり。それまでどんだけ練習してても。まあなんかなんていうんですかね、自分がそのステージの上では自分が一番うまいと思って出ないと出れないんですけど、そういう心構えで行った上でも最初の1音出すまではもう死ぬほど緊張するんですよね。なんかでも去年一昨年ぐらいからうちのバンドの本番前でやり始めたのが気合抜きっていうのをやってるんですよ。気合抜き、舞台裏で。よくインディングって、やーみたいなやるじゃないですか。はい。で、そんなことして気合い入れたって、そういうあるあるに やってしまうので、気合いしちゃったら、うん。で、せっかくライブっていう楽しい時間なんやから、そう落ち着いて、リラックスして楽しもうぜと、どうせ空回りするんやったら。だから、いっそのことを気合い抜いて、もう、ダーンとした状態でステージ出ようやっていうので、気合いに。ので、こう、みんなで手出して、はぁーってやるっていう。逆にそうなると気負わないですかね、やっぱ。そうなんですよ。それで、なりました。うちやろうかな。いただきます。すごいですよ。本番前、いただきます。元ネタはあれですよ、スターダストレビューのライブ前にやってるんですよ。ああ、あ最初、開演前にやってて、で、大体ステージ入るところからカメラがついてって、気合い抜き合ってステージ出てくるっていうのが、会場のモニターに出てくるとこからスタートするんですよ。お客さんも一緒に気合いにするっていう。ああ。お客さん含めて、もう会場全体でリラックスしてライブ楽しもうぜっていうやつなんですよね。ああ。だから、
あ、いいなと思って僕はやり始めたんですよ。いやー、僕それ合ってるかもしれない。絶対僕気負っちゃうタイプなんで。そうなんですね。で、だから訪問演奏とか行っても、MC するじゃないですか。はいはいはい。あの、どもるんです。噛むんです。めっちゃ噛むんです。だから、YouTube のやつに上げてますけど、噛みまくってて、うん。MC させない方がいいんです。MC で噛む、チューバでミスる、テンポ早なる、遅なるっていうのが悪循環を起こすので、もう基本喋らせないことにしてます。おすすめですよ。ね、気合い抜きします。うん、MC 緊張したことないな。それがすごいわ。いや、ちょっとだから訪問演奏とかそういうところとは環境が違うからあれですけど、はい、少なくともうちのライブを見に来てくれてる人じゃないですか。あ、はい。だから少なくとも僕らには親近感を持ってきてくださってるはずなんですよ、初めて来られてても、うん、そこで僕らのライブみたいに僕がずっと喋ってるから、こう演奏よりも MC の方が長いんちゃうかって思われるぐらいの言ってましたね、ベシパ兄さん。そういうのが受け入れられない人ももちろんいらっしゃいますよ。もうもっと言うと、なかったっていうアンケート死ぬほど書かれますからね、うん、でも、うん、そういう裏切り方がお客さんからしてもあったとしても、こうなんかそれに対して丸罰しかないわけじゃないですか。受け入れないっていう。でその時に受け入れられない人はもう次から来ないことは分かってるので、うん、別に僕はその人たちを取り込もうとは思わないから、あ、共感してくれる人だけがいてくれたら僕はそれでいいので、だからそう思うと全員ここはホームだからまあいいやで, もでもそんだけしゃべくりが持たないです。間が持たないんですよ。出てこない。それはどうなのかな、僕、ラジオのおかげですかね。だから、なんていうのかな、その、どんどんいろいろ、ね、なんか、この中の人でも話しますけど、うん、なんでそこまで出てくるのって、さっき話したんですけど。頭飛んでくるし、うん、次から次にその、演奏以上に喋くれるっていう能力が欲しい。そう。そうでも、向井さんを会話してても、すごいいろいろ話飛んでいくじゃないですか。あ、うん、はい。それを自分の中でやってるだけだと思いますよ。多分。なんか、こうやって会話してても、こう、どっかの一言に引っかかって、次の質問が、こう、会話が進んでいく。でも、ステージそんなことないでしょ？基本一人で。何人が笑ったりだしてますけど、うん、MC でこんなこと話そうかなみたいなのは、大体決めてはいくんですよ。まあまあまあね。ああ、はい。だ最終的に次の曲の紹介をして次に行くみたいな、まあ基本の流れはあるじゃないですか。うん。前の曲の説明をして、で、その中でソリストとかがいたら、そのソリストの今年1年のその活動の中で、例えば合宿で何かやらかしたとか、うん、必ずそういう人たち、みんなにエピソードがあるから、うん、そういうエピソードの話もしたらいいなとか、で、そういうこと言うと、そうやって相手が答えてくれるはずやから、うん、いやいや、それ言わんといてや、みたいなとこもあったり、そんなこともない、って言うてくれたりとか、絶対広がるので、うん、なんかそうやって話してますね。その場で。でも、間に必ずコントロールできる人がいるからこそそれできるわけでしょ。じゃあ、向井さんの頭の中でして、それに答えてくれる団員さんがいる。いや、だから、その答えてくれる団員さんがいるからでしょ。まあでも答えてくれる。林立ててくれるというか。勝手に喋ってますけどね。そう、今だからマイクを持ってるわけじゃないから、うん、向こうは。僕しか持ってないので、喋る人は僕しかいないんですよ。ああ、どんなリアクションされたって、そこの状況説明を僕がしないと、伝わらないから。はい、だから、ずっと。やっぱり、
今もお話しさせていただいてて、やっぱり人見知りじゃないですよね。喋るの好きやし。ね、もう心開いてるからですよ。ありがとうございます。やだー。そういうことにしときます。やだー。そうですね。いや、僕ね、ほんまに、その、オードリーの若林はいはいはい。が、まあ、すごい好きなんですよね。はい。でも、あの人が発行してるエッセイとか、購読して読んでたりするんですけど、あの人も人見知りでずっと人見知り芸人って来てたじゃないですか。はい。メトークとかで。で、そこで、こう、ガールズバーで、お話しする練習をしてたみたいなことを言ってたりしますけど、もうなんかすげえわかるんですよ。気持ちが。テレビであんなに若林さんって話してるし、ゲストとトークしたら普通にこう一生懸命聞くし、なんやったらオードリーに出てるゲストの方を好きになるぐらい、あの人って進行すごい上手いんですよね。進行だったりとか情報聞き出すとか、すげえ上手いんですよ。そういう風に見える人でも、実は裏では人見知りなんですよ。やっぱり。だから、そういう意味では僕はすごい若林さんの書いてる言葉が僕はむっちゃ刺さってて。なんか改めて自分はやっぱ人見知りなんやなって思うんですよね。こんだけ喋ってる。まあ、ちょっと例えは違うかもしれんけど、漫才師とかコメディアンの方って、普段はめっちゃ同じとか言いますよね。うんうん、うん。ほとんど喋らへんとかね。ないないの岡村さんとね。そうそう。本当にそう。岡村さんなんかそうですよね。だからすごいなって、なんでっていう。本当はそういう感じなんですよ。ああ。これでは実際に、例えばお会いしてももう大丈夫ですか？大丈夫です。全然大丈夫。全然。よかった。誰とか言われてどの話しようと思ったけど。でもやっぱ初めて会う人とでも相手に僕が人見知りだと思わせないようにはしてますよ。ああ。頭いいね。すごいな。なんかね、でもバレる人にはすぐバレるんですけど、はい、大学のそのビッグバンドにいた時に4月になったら新入生入ってくるじゃないですか。はいはい。見知りなわけですよ。新入生が来たって僕あんまり喋りたくないんで。だから、大体第一印象、寡黙で怖い人やって思われてましたからね。喋ってみたら全然ちゃうやんって言われて。やっぱありすぎてびっくりするって言われますけど。基本的にはやっぱそうなんですよ。心しゃあないから気がつくみたいなとこありますからね。そうだ。いや、そういっぱい。あんまりしてもらえないですけどね。いや、絶対人見知りなんかのちゃうな、思うとったから。いやいや、人見知りなんか。いつも、ようしゃべりはった。いやいや、ごめんなさい、変な意味じゃなくて、まあ、先ほどもちょっとポロッとね、本編の前に お話したんですけど、いつも僕らね、美和市民の美和姉さんとかね、うん、他の、うん、川西さんとか、川西、ウィンドオーケストラさんか、あ、じゃあ、市民オーケストラさんか、とか、うん、ねえ、ああ、なるほどね、しか言わないから、でそこで、いやー、実はな、もうこうでなって、で、ベスパ兄さんと一生懸命、そうだよね。ここはね、ちょっとマンドリンがいいよね。いや、わかんない、わかんない。そんな、言われは全然わかんない。あ、そうですね、って言うんですけど、なんでそこまで話題出んのっていうふうにしかなくてですね。だから、ビバイさんなんてね、表情変えずに、って言ってあるから、ほんまに分かってはんねやって、俺分かってへんのに、とか思いながら。一応あいつつぶっとかんのやばいんかな、とかね。ずっと思ってたんで。分かってるとこもあるんですけどね。そうだな、60%、いや、70% ぐらい分かってないかもしれない。本当に
お母さんでも一度お時間が合えば遊びに来てください。ぜひぜひ。いやもうトランペットの音、向井さんの音好きなんですよ。さっきも聞いてたんですけどね、コパカバーナーの、はい、あ、皆さんコパカバーナー見てくださいね。そのうちあげますんで。インプリさんが。インプリさんが。どうなってるか分からないけどね。あれはもう松田次第ですからね。もうトランペットがなかなか来ないので。ああ、そうですね。いや、うちのチームは珍しいですね。希望者が全然ないんですよ。トランペットだけ。ね、トランペットいないっすよ。いないっすか？だってうちもいないっすよ。じゃないですか？いや、そのはずなんですけど。はい。あね、トランペットって来ないっすね。ブリさんも？はい。何人いてはるんですか、トランペット。うちは、僕入れてですか？僕入れて、ね、登録してるのは、一応、1、2、3、4人。4人なんだ。ですけど、4人なんですけど、はい、はい、うち2人は、なかなか来れないことが多いので。ああ。今か、そっか。団員登録してるけど、その、この年は出る、この年は出るみたいなのはもう好きにしてもらったらいいと思ってるので。うんうん、で、まあまあ、そういう個人的な理由もありゃ、ね、うん、その、実態的な、今住んでるところがどこやからとか、家族がどうとか、なんかいろんなまあ理由があるじゃないですか。そういうのもあって、二、うん、人はなかなか出れないことが多くて、で、もう一人僕の一個先輩のあの、パプリカの、踊りのお兄さん、体操のお兄さんがラッパーの方なんですよ。あ、なんですけど、まあ、あの人が唯一ずっと出てくれてるかなぐらい。で、僕は基本式でトランペットパートではないので。ということは一人か。インプリの中では僕はトランペットパートではないんですよね。ああ。指揮者なんで。はい。いや、まあ、大阪府のね、なんか、吹奏楽団ってキーワード出ると、いっぱい確かに出てくるんですけど、トランペットパートでどこも見たら多いんですよ。バーっていっぱいいるんですよ。8人、9人、10人ってとこもあるし。そうなんでしょうね。うん、そうなんですよ。見ないでしょうね。で、ね、実際その、大阪府って金管バンドも結構あって。ありますね。うん。そこに取られちゃってるっていうのもあるし、うん、来ないですね。トランペットだけは。向井さん、コンサートやったら来てくださいね。来てくださいよ。コンサートやったらもうフルでメロディーで。盛り上げたいとしても来てくださいよ。お客じゃなくてですか？え？お客じゃなくてですか？違う。お客じゃないです。メイン出演者。はい。全然それはいきますよ。もう。吹くのも、盛り上げるのも、はい、それから MC もなんやったらいやいや、それは僕、部外者じゃないですか。いやいやいや、もう違います。もうファミリーです。勝手にファミリー。ものすごい嬉しいですけどね、すごいこう、申し訳ない気持ちで MC すると思いますよ。いやー、そんなことないです。全然、もうね、フルで。もう向井さんパート作っとくんで、今から曲全部。編曲しますよ。全然やらせてください。もう。やったー。皆さん聞きましたね。皆さん聞きましたね。人員確保です。全国の皆さん聞きましたね。本当に。うちのコーさん来てくれるそうですよ。向井ファンの毒舌が聞けると思います。お待ちしております。さすがに、こう、北海道まで来いって言われたら、交通費は出してくれって言いますけどね。いや、明石まで迎えに行きますから。送迎付きで。送迎昼ご飯付きで。飲み付きで。いかがでしょうか。